白酒とは、焼酎やみりんに蒸したもち米、麹を加えて1ヶ月ほど熟成させた後、すりつぶして作られる日本の酒の一種。ひな祭りにおいて祝いのために出される酒である。アルコール分は約9%、糖質は約45%含まれ、酒税法ではリキュール類に分類される。白酒がいつ頃から飲まれていたかは不明とされる。古来の製法は、 上酒に蒸したもち米を加え、さらには麹も加えて仕込んだ上で7日ほど熟成させてから、すりつぶしたものをこさずに飲用とした。現在の製法に近づいたのは、江戸時代中期以降で、焼酎もしくはみりんをベースに製造されるようになった。白酒は、日本酒やビールのように発酵によって、アルコール分が生成されたものではなく、すでに出来上がった酒を混ぜて作り上げた、混成酒に分類される。 白酒が、江戸時代から、ひな祭りのお供えとして扱われるようになったのは、平安時代からの風習である上司において、室町時代から桃の花を浸した酒を飲んでいたものが変化したと伝えられている。都市屋の白酒、白酒は旧章を山川氏といい、除六ゆえん江戸桜の登場人物、白酒売り、新兵衛の担ぐ桶にも、山川の文字が見える。 山川氏は、毛吹草にも名が見られることから、江戸時代初期には、すでにあったと考えられる。京都六条油の工事の酒屋で作っていた白酒の、色を山間部を流れる川の水が白く濁るのに、なぞらえて、山川と呼ばれるようになった。江戸時代後期の類書として知られる、森さ満万光では、白酒売りは必ず、山川と唱え、桶の上にガラスどっくりを収めると記述している。 また、庶民に広めたのは十七世紀に江戸で活躍した実業家の豊島屋十右衛門だとする説もある。白酒は甘口のため、下戸、婦人、小児向けの飲み物とされる。その白い色と絹を練ったような滑らかさから練り絹の酒とも呼ばれ、初死も雪月下などの別名でも呼ばれていた。白酒の紐物ごとくに継がれ蹴り、虚子東京都北区の熊野神社では、 帯びしの際に白酒を振る舞っていたことから、白酒祭りと呼ばれる祭りが行われる。古来から伝わる、白酒作りの作業を歌、白酒の歌が歌われるが、現在では、白酒ではなく、甘酒が使用される。ありがとうございます。